こんばんは。現在25歳、中学を卒業してすぐに就職した会社で、6年目です。建設会社で6年目で個人事業主として独立をし、3年が経ちます。現在年収800万円程度になり、将来年収多くを夢として目指していますが、建設業だけでは厳しいと思いますか？また厳しいのであれば、美咲さんであれば、他に何をしますか？アドバイスあればよろしくお願いします。いや、独立すれば簡単だと思いますよ。はい。独立すれば全然いけると思いますし、全然建設業で、年収多く超えてる人ってたくさんいると思います。で、大事なのって別に年収じゃないですよね。年収で張り合うのってすごくなんかあんまり効率的じゃなくて、日本の税金って、ある程度所得が変えると5500万かな、一定の5000万以上ぐらい、約5000万以上ぐらい超えるとですね、半分ぐらい税金が持ってかれちゃうんですよね。半分ぐらい持ってかれちゃうんですよ。だから、全然お金残んないです。だから年収って別に低くてよくて、どちらかというと自分で使えるお金がいくらあるかっていう方が大事だと思うんで、僕は年収で競争する意味っていうのは全くないと思いますし、ある程度年収があったら、全然いいと思います。ちなみに僕の年収いくらか分かります？いくらだと思います？皆さん、僕の年収今ね、360万かな、多分。もう見てもいないですけど、360万ですよ。はい。うん。なんで別に年収ってそれぐらいね、二の次なんですよ。うん。どっちかというと、やっぱり、やっぱ僕はキャピタルゲインとかそういうふうに、まあその、エクイティも株でね、儲けるっていう方をやってますんで、年収はもうあんまり指標にならないですよ。だからよく変な、なんかいろんなやつの申し込み書とかで、年収360万って書くと、なんかたまに落ちたらするんですよね。だから不思議なんですよね。なんでこんな年収にこだわるのかなって。それより資産の方が大事じゃないかなって思います。はい。360万ちょっと多くないですか？すいません。ちょっとじゃあ減らしますね。はい。ちょっとすいません。年収360万多いんで、ちょっと減らします。はい。来年じゃ240万ぐらいにちょっとしておきます。ちょっともらっとかないと、なんかいろいろ審査とか、いろいろ、なんか、通んなくなるんで、別に年収ゼロでいいんですけど、極端な話で。年収ゼロで全くいいんですけど、ちょっともらわないとダメって言われたんで、ちょっともらってます。はい。次、240万しますんで、すいませんでした。はい。